ヤフー YouTube どうも、なきです。ちょっと緊急にちょっと今撮ってます。で、ちょっと僕がニュースで見た時で、彼女ですね、高橋みなみちゃん、元 AKB の高橋みなみちゃんがちょっとヘアスタイルを変えてたので、ちょっとそれについて少し短めなんですけど解説していこうかなと思います。まず、髪型は、前髪シースルーまではいかないけども、ちょっと小さめに取って、黒目の端ぐらいかなから三角ベースぐらいな感じで取って、奥行き多分2センチかそこらかな、3センチぐらいな感じで取って、ちょっと狭めに取ってあげて、おでこの丸さで広がってるような感じな前髪ですね。で、長さ的には鎖骨下胸上ぐらいまでのミディアムな長さです。だいたい顔の大きさともう一個いかないぐらいかな、4分の3ぐらいな感じの長さでまとまってるような感じです。でカット自体はワンレングスベースで多分切ってもらって、ちょっと上に少し段をつけるような感じ、シンプルな感じです。本当にワンレングスベースで切って、顔周りちょっと段が入ってるので、顔周りワンレングスベースで全部切ってもらった後に、この耳から耳、もみあげでもいい、耳かもみあげの一番下の部分からちょっと段を入れてもらう。顔周り、段はね3センチぐらいでいいと思います。のちょっと段を前の方は入れてもらって、それに対して全部上から全部段を 1,2 センチぐらい入れてもらうぐらいで、シンプルな感じです。そんなに難しくはない感じですね、これ見てもらうと。で、色的には多分ベージュが強いグレージュみたいな感じかな、多分ベージュベースでちょっとグレーを入れてるような感じ、赤みとかを全部飛ばしてるような感じですね。前髪つけるとね、色変えるだけでも全然印象が変わった印象になりますよね。結んでなかったりとか下ろしてるからかな、いつも結構アップの印象がありますけど、カットは難しくないです。本当に10レベルから12レベルぐらいの結構明るいベージュとグレーをちょっと混ぜてもらって、ベージュ強めの方がいいですねに入れてもらうような感じでオーダーしてもらう感じですね。で、前髪もあまり広く取りすぎない、さっき言ったように黒目の端ぐらいでいいので、そこから3センチ、奥行き3センチぐらいの三角ベース取ってもらって、前髪をちょっとね、これ多分ちょっとカールで巻いてるかもしれないんで、目ギリギリかかんないぐらいな感じで、ちょっとストレートアイロンとかでくるっと丸めれば全然問題なくこれくらいにいけると思います。で、ワンレングスベースで顔周りダウンを入れて、その後に全体的にちょっと 2,3 センチのダウンを入れる。顔周りこうダウンを入れてることによって、ここにちょっと動きが出るんで、そこがポイントですね、この髪型の。で、量が多い人に関してはちょっとすいたりとかしてもらいながらやるといいと思います。パーマかけるというよりも全体的に毛先ね、こうちょっと上からかぶさって、ここをギュッとこう詰まってるでしょ、内というかギュッと外巻きに巻いて、でそこから毛先だけ内に巻きに巻いて、ちょっとシンプルな感じなので、そんなにやりすぎないような感じ。ストレートアイロンでもできるし、32mm とか 38mm のコテとかでも全然できるんで、誰でも結構挑戦しやすい髪型だと思います。で、頭の丸みとか大きさとかは特にそんなに関係なく、誰でもできやすいような長さだったりとか髪色だったりとかするので、ぜひ参考にしてやってみてください。バイバイ。